ラスト6選手まこちゃん。この人も説明いりますかな。出てきただけで花があるし試合もすぐうまい、とわかります。それだけですか。あとはゆっくり紹介で言いたいですが、どこか素人臭くおどおど試合してる感じですが相当なプロでっせ。この人のタッグマッチは試合全体を考えて動いてるから外れは見たことないです。みやこっち。この人も最近あまり見とらんですが、YouTube の試合なんか見ても大体面白いですな。兄貴。この人も説明不要。得意なのに手抜くな。文句なく今の女子プロのトップクラスの一人ですな。ノリノリのキャラもええですが、攻撃、守備力。もう終わりかと思ってもまだまだ技が飛び出すプロレスセンス。ユナモンさん。ダム入りしたもんで遠藤くん。貧乏人の泣き言はいい。ダムさんはええ買い物したなぁと。ネットやパフォーマンスで盛り上げる芸能センスが買われた気もしますが、スターダムのようなメジャー団体にはこういう選手も必要でっしゃろ。あ、ダムに行って一つだけ良かったのは、キャラ丸かぶりのアーミンさんが食い合うことなく自分のスタンスを